はい、ヤフーチューブどうもなきです。さて今日もね、ヘアスタイル解説をさせていただこうと思います。はい、今日もやっていくんですけども、みんな若い子も多分知ってると思うけど、はい、今日は、はい、ブライアン・リドレルですね。はい、ブライアン・リドレル知ってるかな。あのバックストリートボーイズね、一度は多分何かしらで聞いたことあると思うけども、僕が中学校だね、多分中学校、中学1年生の時、小学校6年生、中学1年生の時に、売れ始めたというか、日本でもすごい聞かれてきたと思う。だから今から5年ぐらい前かな、の曲なんだけども、もともとデビューしても30周年ぐらいするんじゃないかな、バックストリートボーイズって。多分すると思う。30周年とかだと思うけども。でもまあ、ボーカルだね。みんなボーカルなんだけども、まあ、基本的に結構、ニック・カーターと一緒にボーカル結構やってたんじゃないかな、と思いますけども、彼のヘアスタイルを見ていこうと思います。まずこれね、若い頃からだけども。まあ、もともと、前髪が薄いというか、ちょっと後退してるバランスの形だった、もともとね、ではあったんだけども、まあちょっと長めに残しながら、長めって言ったら、まあちょっと残しながらっていう感じなんだけども、前髪を、まあちょっとこう、おでこをさ、みんなこういうちょっと後退してる人ってこう長く残して消そうとするんだけども、あんまりバランスが良くない。まあ良くないっていうか、伸ばしすぎても変な。まだ絶対的に。で、ウルフベースというか襟足をちょっと残してたんだよね。で、このバランスの時は特に前髪は長くしちゃダメです。絶対に変だから。バランスがおかしくなるから、ちょっと前髪は短めにして、襟足を長く、ちょっと長めに残すっていうバランス。要はこのね、こういうちょっとバランスがあるから髪の毛って。前から見た時だけじゃなくて、全体的から見た時のバランスっていうのがやっぱり変だとおかしいから。そこは、まあ、好み、こうしたいっていうのはあるかもしれないけども、あとはバランスとの掛け合いだよね。どういうふうに持っていきたいか、どっちを優先するかっていうので変わってきます。で、まあ、もともと癖があるけど、まあ、パーマしても OK だと思います。こういうブリーチとかしてとかじゃなければね、黒髪だったりとかするんだったら、パーマ軽くして OK。まあ、長いのはちょっとダメですよっていうふうに書いてあるんだけども、これね、俺ね、思うんだけど、まあ、こっちが薄いのもそう、男だったらね、こっちが薄い、こっちが薄くなってくる、まあ、いろいろあると思うんだ。で、まあ、前が薄いのもこっちもそうなんだけども、後退してる、はげてるって人にパーマをかけるのは別に俺悪いと思わない、全然いいんだよ。こういうふうにちょっとパーマかけるのはいいんだけども、パーマのかけ方で、要はさ、そういう人なのになんかツイストみたいなとか、くるくるパーマみたいなさ、要はちょっと強めのパーマ、チリチリのツイストスパイラルとか、ツイストとかかけるのマジでやめた方がいいと思うよ。本当に、ただ痛んでパサパサになるだけだから、こういうツイストとかは、本当にちょっと毛先の動きが出れば、カットがちゃんとしてあれば、全部こう動きが出やすいから、もともと。で、こういう人って結構、まあ、硬い人もそうだけど、柔らかくなってくるから、髪質が。ちょっとしたパーも毛先の動きだけで、全然動きが出るから、本当にやめた方がいいよ。ツイストとか、こういう薄い人でツイストとか、スパイラルとか。で、変だから。って、俺は思う。だけ。まあ、そんな関係ねえって言われれば別にいいんだよ。やっていいって思うし、全然いいんだけども、俺はただそれだけで傷んじゃうから、そういう人って、髪が柔らかいっていうのもあるし。で、外国人っぽく柔らかくて強いんじゃなくて柔らかくて弱いから、日本人の場合は、欧米、アジア人のね、髪質でそういう人は、俺はあんまりおすすめはしないです。まあやりたい人は全然やってくださいっていうことですけど、パーマは毛先だけで OK。で、この時ですね、まあ、この時なんかは、まあちょっと甘めの2ブロックみたいな感じというかさ、
ちょっとまあ刈り上げて上からちょっとかぶせるぐらいな感じかな。少しねかぶせてきて、うん、でこの時なんかはちょっと前髪はこの時よりも長めじゃない、少し長め、うん、だから襟足がないんだよね。もうがっつりがっつり短くしたんです、2ブロックにして。こういうバランスだったらまだいいんだ、前髪が長いっていうのはバランスがいいし、まあブレーチすることによってさ、その地肌との差もあんまりないから綺麗に見えやすいっていうのもあるので、僕は OK だと思います。襟足が短い時っていうのは前髪長くしてくるっていうのはバランスです。別にこっち短いからこっち短くしたらダメなんですかって言われたら別にそういうわけじゃない。それもここが短くてここが短くても後のバランス、要は横とかもみ上げとかちょこちょことのバランスをどう持ってくるかによってデザインの幅の広がり方だったりとか、よし悪し、よし悪しって言ったら変かもしれないけども、まあ綺麗にまとまったねっていうのとまとまってないねっていうのが分かりやすいと僕は思うんだよね。うん、まあそこはね、美容師さんと相談しながら自分の合う場所っていうのをカウンセリングしながらで決めていった方がいいかなとは思います。うん、まあこうやって2ブロック、あのような2ブロックとかにしてると、まあ上短いとさ、こうヒゲとかと合わせられるからさ、うん、僕とかも全部つながるけど、うん、まあ、もう一度こう立って短くしたいからさ、あのした時にこうまた合わせていこうかなとは思うけども、うん、ヒゲとの相性とかがいいからやっぱかっこいいよねと僕は個人的には思います。やっぱヒゲは、うん、俺は好きだから、うん、まあ、こういうバランスね、ウルフベースにするのか前髪長めのバランスにするのか、そこっていうのは好みだったりとかバランスによります。うん、はい、でこの時これはまあちょっとね、最近まではいかないけどもちょっと前ぐらいかな、うん、の時だけども、これなんかもう短いよね、さっぱり短くしてね、外人ラインというかおでこのとこまでしっかり短くしてね、上まで短くしてますけども、要はこれもいつも言ってるオーナーがベースに見えやすい、横がっつり短くする、うん、この入ってるところ、入ってるところは結構上に入って上に来てるからさ、要は外人、外国人って日本人とか欧米人、アジア人とか違ってここが張ってないのね、あんまりね、いつも言うけどここが張ってんじゃなくて、こっちに長いからさ、こっちとこっちに、こっちじゃなくて、そう、それが特徴ではあるよね、海外の人だから、まあちょっと髪質も違えば、その頭の形も違うし、そこ同じようにカットした時にバランスが違うっていうのが一つある、うん、だからそれは、まあ、日本人なのか海外なのか、どっちに合わせるのか、どういうふうなバランスにしていきたいのかっていうのは美容師さんと相談しながら合うバランスっていうのを見つけていく。おでこの広さも違えばさ、それはみんな違うけど、うん、だから、まあ、しっかりして上だけ残して、ちょっと前が長めなのかな、この後ろが短めでちょっと前を長めに残してるってイメージ、うん、バランス的には、うん、まあ、オーナーライン作ってるっていう感じで、ほんと結構さっぱりして短いような感じ、うん、特にひげが一番長いよね、この長いというかもしゃもしゃしてるよね、この3つの中でもこう徐々に長くなってってるみたいな感じだけども、うん、まあ要はこっちを短くした時にはこっちを伸ばしてバランスを取るとかっていうのもまあありだと思う、これは、うん、もうこれなんかは全然さっぱりして、もうあと5ミリぐらい横長くても、うん、残しててもよかったかなっていう気はするけどね、イメージ的な僕の勝手な想像ですけど、うん、まあでもこうちょっと薄めの人、要は前は薄めの人は本当に短くしてバランスを取っていったりとかするのが一番いいです。その変に長くするとか短くするとかじゃなくて、バランスを取りながら長くするとか長くする、短くするとか短くするっていうのを要は決めて楽しんでいくのが一番いいかなと思うので、海外の人の坊主の人とか短い人とかって結構参考になったりしやすいから、日本人の人もそうだけども、海外の人のは本当に参考になりやすい、うん、薄めの男の人には、うん、なので、まあ、そういうのも含めてちょっと参考にしてもらえたらいいかなと思うので、ぜひやってみてください。バイバイ。